My name is Malikar. Nice to meet you. Welcome back to Tries to Assure. Last video was just kind of like 18 minutes because for real I was playing like for 1 hour and something trying to defeat those worms, and then I went to training. So this we're gonna ride. ここがマインツか。名前だけは知ってたけど、来るのは初めてかな。まあ、用事でもない限り来る機会もないだろうからな。そういえばノエルさんは結構マインツには来てるのよね。ええ、定期パトロールのコースにもなっていますから。そういえば特務支援課とはマインツ方面で縁がありますね。そういえばそうだな。軍用犬の事件や走員の探索で一緒だったか。そうね。嫌なことを思い出しちゃった。それでどうするの？早速町長さんを訪ねてみる？ああ、そうしよう。町長の家は町に入ってまっすぐ行った突き当たりになるな。 Okay, you give me one moment. Lloyd, please tell me I got money. I don't think I got money.Oh no, we are okay. What we can sell? Books. Be like, why you always sell ingredients? I can buy it later. I need money. God damn it. Yes. There we go. Buy. Yes. Give me. Yes. Look, we can buy theater. Like, look. Okay, wait. Oh, you're right, I'm poor. Okay. I'm like, where is the music? Damn it. Oh my god. Okay. Everybody calm down. I'm Crossbell Police, Special Assistant.いや、君たち、わざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。皆さん、ご無沙汰しています。ガンツさんの方は、体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく、元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで、旧鉱山というところで、魔獣が発生したとか。ああ。町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道なんだが、まあ立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったく、ふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると、魔獣が徘徊していたと。でもまあ、昔の行動跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは行動そのものでね。行動そのもの、なんつうかぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味ですね。数十年前の行動となると動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、
連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、分かったぜ。そんじゃ先に行ってるから、準備が済んだら来てくれよな。We're prepared. We just say before we get there, but... よかった。本当に元気そうですね。ああ、君たちのおかげさ。ただまあ、ギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど。そうだ、旧鉱山というのは町を出てすぐのところなんですよね。ええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。よう、来たな。ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが旧鉱山の入り口だ。この光は…なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。ああ。どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね。捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。分かったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。多分ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする。それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。I'm scared. How are we doing?これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど。それに何かしら、このよどんだ空気は、うん、正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。えわじく、あなたどうしてティオちゃんと同じようなことを。あの子ほどじゃないけど、結構霊感はある方でね。どうする？このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。でも何かしら。この音は。いけない、皆さん下がってください。声が届いてる様子がね。とにかくみんなに知らせねえと。ガンツさん、聞こえますか？聞こえたら返事をしてください。ダメだ、完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり崩落する直前
何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい？あ、うん、かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬？そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ？でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。そんな、大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない、こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね、遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。呼吸はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ、いや、了解です。いや、Wazzy, I love you so much. Okay. Okay. Refreshing. Ah. Whew. こうしてみると、この紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど。どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのは。どこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。え？本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルだけって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということは、トラップを仕掛けた犯人とは関係なさそうだな。入り口の扉が壊されたのは昨日、一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあ
そうだね。でも和治君すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ、未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。 About Burst。 Okay.Okay, the way they are like, use it, okay, thank you. Wait. Double wait. Okay, it's not here. After fighting a lot, we're here. You guys know.ここはどうやらこの急鉱山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。どうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし下せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり爆薬を使ったトラップを仕掛けている。そういう荒事をしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね、確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日だ。支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの？大丈夫ですか？いや、とにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。あれは上だ。気をつけろ。何？魔獣じゃない。とにかく気をつけて。体が、なんだ、力が抜けて。この振動が力を奪っているのか。まずいね。くそ、エリーとノエルだけでも。ことを言わないでちょうだい。そうですよ、みんなで切り抜けないと。アンサイダー。今のは、マメン。ランディ先輩、来てくれたの。サイト。サイトも。To tell them。すごいタイミングじゃない。
話は後だ。このデカブツを撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。わかった、任せて。目標を撃破します。 Who does Landy change for? What I was going to say, you know what I love too? Sky away. As I was saying, Akari Star, but okay. What I like of Sky and Crossbell dialogue way is that the letters when talking, because we cannot remove them, of course. Point here is that the line before something happened, it doesn't appear, like they don't have that, and that's cool because you don't know that something's coming. But in Cold Steel arc, they added the lines in the dialogue, so you're kind of like they're gonna be interrupted in some kind of way. Here you don't know, in both arc you don't know, so it's kind of cool, that thing. So this guy did get me headache on normal, so let's see how it goes. A nightmare. I don't want to die a lot, so please be a nice guy. Okay, Landy, no, okay. I'm already nervous. I should analyze first, right? To do that before anything. Craft. Let's put his thing down. Okay. I cannot change party member, right? There was a bottom or there wasn't? Not square. Okay. It's not square. It's not circle. Of course, it's no. Damn it. Why? Okay. You're gonna analyze. Let's see. Chaos run, I think. Alright, we good. Landy! Hi, Landy. Okay, what we got here? Blind, born. Let's see if we can do this. I forgot. No. Okay, we cannot delay. Now we're talking. Okay. He doesn't like Mirage. Attack delay, fire. So we cannot do a lot of things. No. I don't know what can we do. Okay, Mirage. We're talking about Mirage here. We don't have Mirage, but I think the other one is Earth. Yeah, we got Earth, but... Okay, we got there. Okay. We're in good hands. Cannot be sleep neither, right? Of course not. Cannot be delay. Movement down. Strength. It's already down, so. Cannot be sleep. I can. But it's gonna cancel it. Of him. Let me give terror to you. Problem. Okay, let's not. My god, we cannot burst. Damn it. Right. Okay, you don't need to be rude. We are here, right here, so... Okay, enough.
Now everybody's back here. Dun 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 dun. Okay, I should stop doing that. Damn it. Alright. We are too near of each one, damn it. Guys, we need to move. Wait. We got. Yes. There. Here we go. There. I can quack. Somebody needs Tiara? Landy. Landy needs Tiara. Art. Chaos Prime. We can all be in delay. I need to get near him. Right, Art. Craft, heavy strength. Thank you very much. Your help has been appreciated. Really. It smells good. Who's cooking? Alright, do we have? Yeah, we have our defense up. Alright. I'm thinking of something. Come on. Get it. Scorpion! Alright, everybody calm down. Everything gonna be alright. So stay my baby. Okay, who is dying the most? I'm dying the most. My? Okay, Noel. It's weird for me give. Oh, wait. Hey. Okay. Let's go. Aisa. There. Okay. Nice and cute. Take it. Okay. Cuff. Grab, heavy. Yes. Okay, hey, it's space. Art, Chaos Brand. No, since we're here, never mind. Alright. Thanks. Helpful, very helpful. I got a lot, so. I don't want to move from here, so. Grab holy bullet. Damn it! Okay, take it. Oh, now. Damn it. Fuck you. Okay, we got to revive, of course. Don't worry. Damn it, you're gone.
Can I go to you? Yes, I can. You are too far away, damn it. Like, I need you near. Well, they're gonna die, right? Right. We're here. Tell me the mirage got... God damn it. Doesn't get it there. Okay, okay, okay. Calm down. Where is it? Take this. Yes, sir. Hey. Oh. I want to expand hers. So, wait. Everything alright, so let me heal myself. And I need EP now. Don't do something crazy. Huh. In your face. And you need to move. But not too near. Like here. Okay, arts. You guys are alright, right? I cannot see. Okay, you still got everything okay. Don't worry. Everything is going fine. Can I hold the bullet then now? No? Girl. Where you want? Oh. Okay, they do their... Is there a problem now? Okay, don't worry. Alright. Art, Tiara, myself, well. Okay. We're fine. We are fine. No, really. We're fine. Oh, damn it. Yes. No, but I'm gonna... Ah, damn it. He gonna ignore it. Ah. Fuck. Gonna ignore it. Don't ignore it. Damn it. Myself? Yeah, myself. Damn it. Good. There.
to sniff now. But I cannot see also. And he cannot be fainted, so. Alright, we good. We good in a very lucky way, so everybody gonna die in some type of way. Ellie, don't die. You don't die. He's coming, he's coming. Oh, I don't want to die. I got to revive Balm a lot. Who's dead? No one is dead. Oh, he's dead. There we go. ただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから昼過ぎに支援課に戻ったんだ。そしたらお前らがマインツに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたら、ちょうど騒ぎになってたってわけだ。そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインツの行員が総出で撤去してくれたぜ。それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたら、ひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれるな。お Yes, you tell them. そうか、やれやれ、相変わらずとんでもないね。サイト、ありがとう。うん、これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。ガンさん、皆さんも。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか急鉱山がこんなことになっていたとは。俺たちのヒージーさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだ。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことをすべてご説明します。お、ランディ、サイト。I love Saito so much. He'll be like, I don't need you guys.Why he doesn't just jump into the, you know, roof? We love a Saito. Yeah, しかしいい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。あのな、足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの。後輩のくせに生意気な。さすがに分が悪いわね。ラン
ディ先輩のモテ自慢も和治君にかかれば型なしですね。ほらノエル、同じ警備隊出身なのに白状な。すみません。一体何者の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方旧鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや違うな。何か知っているの？入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたり。まさか。それって。ま、あくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残してるからな。そうだったんですか。さすがに詳しいね。しかしエレボニアか。嫌な符号が重なるね。ああ昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより情報将校と言うべきだろ。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。君にとってはトラウマになったみたいだね。なんだなんだ、まさか色っぽい話かよ。その、実は。へえ。あの子の話はやめましょう。まったく、イリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でも、いつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。あ、そういえばあの人も赤毛だったっけ。ああ、言われてみれば。レクター大尉とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。あれ、ひょっとしてつまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。おう、もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。まいったな、そうきたかよ。なあランディ、こんな時に。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん、出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも、何かあったんですか。ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。ルバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会、ええ、兵友ではないんですか。連中の裏を書くようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から、一体どういう会社なんですか。帝都でノイエ・ブランという高級クラブを経営している会社だ。クロスベル市にもその支店が1年ほど
ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるか。ランディですか。ええ、先ほど合流したので。クリムゾン召喚については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。あ、どうしたの。何やらきな臭そうな話をしてたみたいだけど。なるほどな。ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ。ああ、高級クラブノイエブランを経営する帝国籍の会社。しかしその実態は両兵だ。赤い星座が持っている資金調達用のダミー会社だ。I'm here like, damn it, I cannot stop. Oh my god, it's because of this part. Yoji mo sunda shi. Soro soro kaeru to shiyou kana. Otto, sono mae ni kyūkōzan to yara ni yotte oku ka.せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。こちらの方は私とナナチュが担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮できるか興味があるからね。はいはい、暇な時にまとめておくよ。それでは大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、お約束と行かせてもらおうかな。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。追いかけましょう。Okay. Okay. Oh my god, yeah. Okay. おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディーに。2年ぶりか。変わってないようだな。ランディー、昨日の人たち。怪しい連中が揃い踏みか。やっぱり彼氏、このおっさんの身内だったか。そっくりな髪の色だったから、まさかとは思ったけどよ。レクター隊、どうしてあなたがここに。今回の買収について何か関係しているんですか。ああ、ちょいと裏工作をな。いやー、なんとかヘイウェのメガネを出し抜けてよかったぜ。楽しみだな。東方人街の時は撤退したけど、今度は思いっきり遊べそう。東方人街。去年カルバードでヘイウェとやらかした戦争なあ、おじき、どうしてクロスベルに来た。一体何をするつもりだ。
ビジネスに決まってるだろう。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことがある。兄貴が言ったぞ。半年ほど前だ、西風の頭と相打ちだった。長年の宿敵同士である東進と両平王の決着、もうほんとすごかったんだから。そうか、あのクソ親父、最後まで戦いながら行ったってことかよ。満足そうだっただろう。うん、すっごく楽しそうだった。いいな、シャーリーもあんな相手が欲しいよ。ま、兄貴も悔いはないだろう。どこぞで迷ってる負傷の息子のこと以外はな。休暇は終わりだ、ランドルフ。いずれ話があるから体を開けておくがいい。またね、ランディに。すんじゃん、お疲れさん。ランディ、ランディ先輩。あの二人、ランディの。ああ、赤い星座の副団長シグムント・オルランド、その娘で部隊長の一人シャーリー・オルランド。俺のおじきといとこで最強最悪の戦機どもだ。Oh, I remember I was like, what are we doing the chapter? Yeah, thank you. Give me money. Okay, so 1 year ago, and this Zero and Usher, right now we're still in Cold Steel 1, right? But both Cold Steel and Crossbell start at the same time per se. So 1 year. So it was before. So it was the preparation. Like it happened, preparation. That's it. I think he was the last piece. No, he's not the last piece. But the first phase was to the last piece. To awake the final piece.No, damn it. Okay, pre-final piece. But that's what it, when it happened, the thing that, No, wait. No, it goes still. But they were contacted there. Okay, got it. Yeah. You guys feel like what? I understand myself. Okay. Of course, it's not the final piece because the final piece is in...Cold Steel 4, the final... Well, I'm talking in code, kind of, something like that. I don't know, but you guys get me. I get myself. Okay, so guys, thank you so much for watching. And see you next one. If you guys want. I don't know. All the lights are passing by